クシャダスはトルコ共和国の西部アイドゥン県にある都市。かつて高度な文明を築いた古代都市エフェソスの港として繁栄した小アジア最大の貿易港。今では英華海に隣接するリゾート地。坂と海の多い景観が美しいとされ、トルコ人にもその他外国人にも観光地として名高い。クシャダスは古代オニアにおいて、 ピゲイラという名のエフェソスの前哨地であった。キリスト教初期の時代である、紀元前2世紀、ローマ帝国が沿岸部を支配した。聖母マリアと使徒ヨハネはこの一帯に住んだ。キリスト紀元の頃、この地域はアニアとして知られていた。しかし実際には、港は海賊の集まり場で高い精神性が養われることはなかった。その後、ビザンチン。 ベネツやジェノバの商人が海岸で貿易を始めると、島に軍隊が駐屯するようになり、丘にあった町も海岸沿いに移動した。1086年より、トュルク人の支配下となり、このエーゲ海の港がオリエントに向かうキャラバンの最終目的地となった。しかし十字軍によって破壊され、町は再び1280年までビザンチンによって支配され、 その後、米陸のメンテシェ公国とアイドゥン公国の支配を受けた。1413年に、メフメト一世率いるオスマン帝国の支配下となる。オスマンは、支壁やキャラバンサライを作った。ありがとうございます。